はい、こんにちは、ペソでございます。ドラクエ4続きやっていきたいと思います。しばらくはね、勇者さんのちょっとレベル上げからのスタートなんですけども、まあいい武器防具をねちょっと手に入れないといけませんので、ああここね、鋼の剣をちょっと買うのを2000ゴールド目的でね、ちょっといろいろやっていきたいですね。ボンモールはお城誰もいないんでね、今王様も結婚式でご不在。なんもなかったよね。かつてここでは防具を必死に買い集めていたが、その必要もなくなったんじゃとね、これからはエンドールからいくらでも防具を輸入できる、やれよかったわいと。天女といえば、遥か東の国ブランカにこんな言い伝えがあるそうですね。天空より舞い降りた天女が木こりの若者と恋に落ち、やがて身ごもったとか。もしそれが本当ならその子供はどうなったんでしょうねって、今ここにおりますがなっていう話ですよね。はい、とりあえずちょっとブラブラしてたからレベルアップですね。まあ、目標レベルはだいたい7、8ぐらいかな。おお、先生か。プラス2000ゴールドですね。あ、ちなみにここはもうね、誰もおりませんと。おー、出るんだ。お願いします。お、いいね。ニフラもね、使ってもいいんですけど、経験値入んないんでね。上がるねと思ってたら上がりましたね。はい、4になりましたね。再生ヒットポイントが4、マジックパワーが2が増えまして、パラは5。さあ、ここ気になったのはね、ここであれが売ってるか。ああ、売ってないんだね、やっぱり。うん、あれね、覇者の剣。何か良かねと、あんた商売には見えないがとね、武器にを買いに来たなら上の店に行っとくれと。ちょっとね、効率よくレベルを上げたい。あー、出ちゃったんじゃない。
この町出身の商人で大層出世した男がいるそうだなと。名前は確か虎猫、ありゃ鳥猫だ、トネリコだったのかなって。ああトムさんね、トムじいさんね、これこれこの足をどこへ連れて行こうというのじゃって動かしちゃった。動くんですね。あれ、息子さんがいない。あ、そっか、さっきのあれがそう、あ違う、ここだ。こんな何もない町にわざわざ来るなんて、あんた相当物好きだなと。これはこれを使うべきなんだろうね。ん？階段があったと。昔なじみのトルネコという男が船を買ったって噂を耳にしたよと。ちょっと前は人に使われていたあいつが随分出世したもんだ。知り合いとして嬉しいことだが、遠くに行っちまったみたいでなんだか寂しい気もするなと。まあそれはありますよね。疎遠だった友人がね、出世されてね、もう全然会えなくなってしまうというね、寂しさはありますよね。友爺さんの息子まで先を越されちまったとね。ああ、俺も早く結婚した。結婚したの？回復しようか。あれ入り口は、ああここだ。エンドールの国には強力な防具を売っている店があると聞いたのだが、以前行った時にはそんな店見当たらなかった。全く騙されたよと。作戦、あバッチリ頑張れか。おおラリフ勝手に唱えた。頑張ればね。キャーガンガン行こう。そうそう、これがあるんだよね。攻撃力が高いからね。うわ、35しか稼がないんだ。あーそうですよね、1体経験値が3人で割るからね、15と考えて。あ、計算が違うな。7か、7だから20、21あるんですね1体。
初期の稼ぎ場所はここかな、やっぱり。ハープスライムがね、やっぱりちょっと毒攻撃が邪魔くさい部分ありますからね。先に上がりましたね。最大ヒットポイントが4、マジックパワーが2。今度はマシかな。賢さも1上がりましたね。トータル7。ここがやっぱりトルネコさんもね、10ぐらいまでは稼いだ場所ですからね。しかも変わらないからね、強さがね。もうちょっと入るかなと思ったんだけどね。まだ大量で出てきてないせいか。うん、そうそうそう、これぐらいやっぱり入らないとね。あ、ミニアさんリレミト覚えてる？あ、覚えてないな。ということはちょっと下に行くのは禁物だね。1000は超えてるね。あと800ゴールド。なかなかね、エンカウントしたい、ここは。上がった。お、6になりますね。8。で、マジックパワーが3。相変わらずね、賢さの良さがあんまり上がんないね。おお、もうベホイミ覚えんの？そうだよね、やっぱり守備力がね、低いんで、まだ前には出せないね。
武器防具を揃えるために、あと500ね。ちょっと回復しときましょう。マジックパワーなくなってきたんでね、一旦ちょっと退散ですね。ルーラー使えるから、うん、まあレクナバ行ったのはルーラーでね、あ、レクナバ出ないんだ。行けばメタルさんとも出会えるっぽいけど、うん、やっぱりちょっとパンチ力がね弱いですね。そうそう、マーニャさんがねリリミと燃えてるんだったね、間違えてましたね。ということでちょっと下へ行ってまだあの人がいるか見てみましょう。多分おる。あ、いた。おーおー、ノボタと大円カウントか。ここは空気読んで。えたりしてくれると、おお、そうだよね。うわ、2回かわされてるよ。はい、7ですね。もう目標レベル達しましたね。ヒットポイントが7、マジックパワーが3。体力ばっかり上がるな。でも9ですね。うん、ゴールドも申し分なし。あと200ちょい。さっきよ、上から水が溢れてきて、あよく溺れるところだったぜ。まあ、おかげで、ああ、これは変わらないんだね。
と嫌な予感するんで、はい、2000ゴールド超えるのを待つばかりですね。早いね、やっぱり。ゴールドはやっぱ大きいですね。あ、超えた。よし。で、ボンボンね。これで、ちょっと防御は弱いところはあるんですけど、ああ、いいか。袋かなと思ったんですけど、袋入れときましょう。ここが、ああ、そうですね。鉄の盾、鉄の鎧、木の帽子、ああ、買えない。お願いします。お、いいよ、お願いします。お、来た。おはい、まずミニアさんね。最大ヒットポイントが4、マジックパワー4。9か、そうですね。あ、魔法覚えなかったね。はい、マニアさん。最大ヒットポイントが6、マジックパワーが8。うんうん。5の9の12か、素晴らしい。はい、ペソも上がりましたね。5の3で、7。ルーラ。うん。あ、もう1個上がる。8の3。あ、また賢さと運の良さが上がんないね。9で。
買いましょうか。そしたらね、あ、ボンモール来ちゃった間違えた、ブランカでしたね。やるやんにかいつ、そういや行ってないね。邪悪なるもの目覚めるとき勇者もまた目覚めんとね。なんだこのおじいさんは。ああ、お散歩してらっしゃるんですね。こうして池に映った月を見ておると昔のことを思い出すのと、その昔北の森の中に木こりの親子が住んでおった。木こりの息子は森の中で美しい娘と出会って結婚までしたんじゃが、ある日雷に打たれて死んでしまったのでじゃ。息子は死んでしもうだが、親父の方は今でも一人で木こりをしておるそうじゃって。あの北側にいるあれですね。ああ、布の服あった。まあ、あと出なかったね。まあ、打っても二足三本ですからね。じゃあ宿屋泊まってね。これは道具屋か。さあ、ではここで今回はちょっと終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回はそうですね、東の方に向いて旅立ちたいと思います。それではさよなら。